ちが現実の豆腐フラタンです。お豆腐フルフル。見た目はあれだけど結構美味しかったです。冷蔵庫にあったから今日はこれがランチです。朝はチョココルネと、大根の味噌汁でした。今週はちょっと満腹になりやすい週です。満腹になると怖くなって過食しやすくなるので一食の量は控えめにしてます。ダイエットをやめるためというか摂食障害を治すため、いろいろ試行錯誤の途中でダイエットって重力性高いなと、食べ物が全く怖くなくなる日はもう来ないと思うけど、摂食障害はまあそんな嫌いなものではないです。もう友達です。今日は図書館の本を返しに行きます。すごくナイスな逆日和です。借りた本はこれ、引きこもりのまま仕事をするために物を売ることについて知りたかったんです。なんか何かに触発されて熱くなって頑張ると最初はうまくいくんだけど、ある日突然燃料切れを起こして動けなくなります。無理せず適度に取り組むっていうのがちょっと私はできない。加えて気分の波も結構激しいです。ちなみに今は結構調子のいい時期なんで動画の制作意欲はモリモリにあります。見てくれてありがとう。